安木のおじは主に山陰地方で活動を行っているシンガーソングライターでフォークグループ猫の元メンバー。島根県安木市出身。2007年から別名義で野口敦氏として活動している。自称シンガーソング100円ライター。山陰地方ではテレビリポーターやラジオ番組のパーソナリティとして活動をしており。 安木弁を大げさに表現したややした足らず気味の独特のトークを行っている。2001年4月に初のオリジナルアルバム、楽を2004年6月にセカンドアルバム、オジロジーをそれぞれリリース。楽は山陰地方で5週間アルバムヒットチャート1位となり、年間アルバムヒットチャートでも1位となっている。オジロジーは島根県の一部の CD ショップで、ミスター・チルドレン。 私服ノートを抜いて1位になった。野口厚氏名義での活動もある。小形悦子と共にパーソナリティを務める小形、土のレトロ本舗は2001年に民間放送連盟大賞のエンターテインメント部門で中四国ブロックで最優秀賞、全国大会で優秀賞を獲得した。落落落落ロジオおじパラダイス風、ホームメイドジャムアズイットイーズ、そのまま弾くご飯の時間ベストバーン。 ありがとうございます。